カルロ・キティは、イタリアピストイア出身のレーシングカー及びエンジン設計者。アルファ・ロメオのレース部門と長く関わったことで知られる。キティは1953年に、イタリアのピサ大学で、航空工学の学位を取得した。アルファ・ロメオに入社し、1950年代以末に、アルファ・ロメオのレース部門が閉鎖された後はフェラーリに移籍した。フェラーリでは156回1の設計に関わり、 その車で、フィルヒルが1961年の F1、ドライバーズチャンピオンとなった。その後、フェラーリに不満を抱き離脱した人材で結成された、ATS に参加したが、プロジェクトは長くは続かなかった。キティは1963年の新しいプロジェクト、アウトデルタで、レース界に再び足を踏み入れることとなった。ここでアルファロメオとの休校を再び深め、ティッポー十三のために v 八。 そしてフラット12気筒エンジンを設計した。これらは成功し1975年にメイクスチャンピオンを得た。ブラバム BT46 バイトミナル DM185。また、キティのエンジンを使用することをアルファロメオと合意した。ブラバムにおいて、再びフォーミュラ1に関わることになる。1970、ブラバムのデザイナー、ゴードン・マレーは、グラウンドエフェクトを引き出すために、 V12 エンジンを開発するよう機器を説得した。1979年のシーズンとその後の機器の説得により、アウトデルタはアルファロメオの代わりにフォーミュラ1車両を開発する許可を得た。これにより、シーズン終了前にブラバムとのパートナーシップは終わりを迎えた。アルファロメオのフォーミュラ1プロジェクトは成功を見なかった。1984年には機器は、 新たな会社も通りモデル2の設立のためにアウトデルタを去り、フォーミュラ1用のエンジンの製造に集中することとなった。当初は V6 ターボエンジンを製造し、1985年から参戦したイタリアのチームのミナルディが使用した。フォーミュラ1にはミナルディと共に1987年まで参戦し、その後はグループ C マシンに搭載され、 世界スポーツプロトタイプカー耐久選手権に参戦したフォーミュラ1でターボの使用が禁止されると新たにフラット12気筒3.5リットルエンジンを設計したこのエンジンは1990年シーズンにスバルのバッジを付けられコローニによって使用されたが重量が重み全くの失敗であったその結果コローニはこのエンジンの使用をシーズン途中で止めコスワースに変更された キティはその後もエンジニアとして活躍し、複数のプロジェクトに参画した他執筆活動も、いったが、1994年に亡くなった。キティの死後5年が経った1999年、スウェーデンのスーパーカーメーカーであるケーニングセグが、キティが残した、海一武家4.0リットル水平対向12、気筒エンジンの青図と工作機械、およびパテントを、キティの遺族より買い取り、 このエンジンを組み立てて、自社のスーパーカーである、K ニグセグ CC のスペシャルバージョン、B12S に搭載した。これが、キティが設計したエンジンが搭載された最後の車両となった。スウェディッシュ、マスターアジアット時速 400km、ドライブ .com、au2008 年2月9日閲覧、K ニッヒゼグ CC、オートウィーク、NL2007 年10月9日閲覧、 ありがとうございます。